はいこんにちは美容整形のメイスお団長です今日は輪郭3点の手術に関してえ詳しく見ていきたいと思います、えー、イラストを使って説明をしていきます前回よりちょっとイラストのクオリティが上がったと思いませんかちょっと頑張って書、えー、いてみましたでえー、っと早速ですね、えー、まあ、このイラストを使っていきたいと思いますエラ、頬骨、顎 えー、この3点の輪郭の成形を、えー、合わせて輪郭3点と呼ぶんですが、まあ、近年ですね、まあえー、人気になってきているそのセットの骨切り手術になります。で、えー、と具体的にどういう手術内容があるかというとエラに関してはあのエラ削りと呼ばれる、えー、いわゆるですね、えーまあ、化学核と呼ばれる部分があります。 あの骨のここのエラの部分が角、えー、ばった、えー、触ると角ばっていると思うんですけどその硬いい骨ののとところをかくかくと言います。でその上に乗っているその筋肉の部分がですね抗菌、えー、と呼ばれる筋肉になるんですけどまあこの辺にですね、えー、強く奥歯で、えー、何か物を噛んだ時に。 ポコッと触るえー、触ってみ、えー、るとですね、ポコッと浮き出てくるものがあると思うんですけど、それがまあいわゆる抗菌と呼ばれる箇所になります。これを切除するえー、手術もまあ、エラの整形の一つになります。であとはえー、外反ですね。えー、もう少し範囲が広範囲になるんですけど、まあこの辺 を言います外反切除と言いますえっとエラのーの骨切りの中では、えー、まあ、正面から見たときに小顔効果を出すような治療になりますそれが外反切除になりますでえー、続いて頬骨ですね頬骨はまあ、この、えー、まあ、赤く塗っている部分チークのある部分ですかねの、えー、骨のことを言うんですけれどもまあ、頬骨削りと呼ばれる えー、いわゆるこう削るだけの手術だったりとか、まあ、アーチインフラクチャーと呼ばれるあの内方転移と呼ばれるですね、まあえー、頬骨を一部カットしてそれを前の方に転移させるあの移すという手術があります。でえっと、このアーーチチインフラクチャーとか、えー、その頬骨削りでも その切開の方、あの切開というかその骨切りの方法ですかね。えー、間違えるとあの下側に移動させられてしまって、えっ、ー、とその結果たるみが出てしまうあの術式があります。なのでえっ、ー、と石選びをするときはまあそういったたるみが出るかどのあ出ないかっていう部分をですね、ええー、まあ具体的な院内モニターとかの症例で確認をしつつあの適切な先生を選んでいただければと思います。 医師によってあの手術方法が全然違うのでこれは要注意だと思います。で続いて、えー、と顎になります。顎はまあ大きく考えるとここから下を全て顎と見ることも、えー、できるんで、えー、とその、えー、意味では。 まあえー、ルフォーとかも含めているんですけど、まあ、顎削りと呼ばれるいわゆるこう削るだけの手術っていうのはここの、あのー、削る手術のことを指します。で、えー、音がい形成とかは、まあ、顎を、えー、水,平水平方向に切ったりとか垂直方向に切ったりすることで顎を小さくしたり前に出したりする,する手術のことを音がい形成と言います。でルフォーというのは ええー、まあここがせっかえっ、ー、とその骨骨を切るラインになるんですけれどもまあいわゆる中顔面の短縮手術のことを、えー、ルフォーと言いますでまあこの辺がよくある美容整形の手術方法でええー、まあ人気の内容になっています。 で小顔整形で、えーまあ、骨切り系で行くなら、まあ、大体この辺を網羅している先生を選んでいただいてでしっかりとですね 3D のベクトラとかのシミュレーションをとったりあと模型からあのまず作ってくれるような先生もいるので、まあ、そういった先生を選びながらあのクリニック選びをこうスクリーニングというか絞り込んでいくとあのいいかなと思います。 で、えっと、今回説明したのは骨切り系っていうことなんですけど、えっと、小顔の整形には骨を切らないタイプの成形方法もあります。 具体的に言うと,、えー、とフェイスリフトとかたるみを引き上げることによってシュッと小顔にする整形なんですけれどもこれはまた次回説明をしていきたいと思いますので、えー、と今回は骨切り系の,あの代表的な手術に関ししてて説明をさせていたた。だきました具体的な名医のご紹介は下の概要欄からメールフォームがありますのであの送っていただければ病院のご紹介等は、えー、行っています。 ではですね、今回は、えー、輪郭3点に関しての解説になりました。ご清聴いただきありがとうございました。